こんにちは、声優チャンネルです。前回声優チャンネルでお話しした第1回居酒屋声優ツアーの予約状況を発表したいと思います。なんと予約当日4月30日朝10時にあっという間に満席になりました。本当に強かったね。一瞬で、ね、満席になってしまって、我々ね、スタッフ一同、いやもう2年ぶりのね、予約だからなかなかね、お客さん難しいかなと思っていたんですが、あっという間に予約が埋まってちょっとほっとしております。皆さん本当にありがとうございました。あとはね、5月28日に無事にツアーが開催されることを祈るばかりです。そうだね、コロナがね、そんなに蔓延しないでね、普通に皆さんとお会いできることを期待しております。今回ね、予約が取ることができなかったお客様から残念というね、ご連絡を何件もいただきました。とっても多かったね。多かったですね、ここで社長から発表が、5月はちょっとね、もう予約でいっぱいなんで、じゃあ6月、第2回、居酒屋声優ツアーを開催しようということで、25日の土曜日を第2回目の居酒屋ツアーの開催日といたします。予約方法につきまして、ご説明いたします。声優酒造ホームページ、6月1日水曜日、朝10時より申し込み開始となります。はい。ホームページの、ね、予約欄から申し込みしてください。詳しくご説明しますと、はい、お一人様2名分まで申し込みが取れます。はい、当日は受付にてお支払い、お値段は税込みで5500円となっております。場所は居酒屋声優本店地下1階です。地下となります。受付時間は13時から、ツアースタートは13時30分、はい、15時30分に終了、はい、2時間のツアーです。16時には解散となります。この居酒屋でのツアーがちょっとね、一つ特徴がありまして、ツアーが終わってまだもうちょっと飲みたいな、あるいはですね、せっかく友達と来たんだから、もう少し友達と話しながら飲みたいな、まあそういったその二次会がですね、同じ店のちょっと会を変えて二次会もすんなりできるような、そんな感じになっております。ツアーができればと期待しておりますが、まあ、社長、社会状況によりますよね。5月もそうだった、そうなんですが、東京都が緊急事態宣言、あるいはまん延防止法などの施行されますと、その場合は再の延期という感じになります。延期の場合は予約された方にはですね、メールにてご連絡いたします。ですので、予約時のメールアドレスは確実にご入力の方よろしくお願いいたします。キャンセルの場合は1週間前までに必ずお願いします。私たちは解除された時にすぐに、ツアーができるように企画準備しておりますので、ホームページ声優チャンネルを通じて発表しております。2年ぶりということで ね、楽しみですね。とても我々が一番こう楽しみにしているのは、ちょっとお客様とね、また久しぶりにね、そうですね、お会いできるというところが一番そのね、楽しみにしているということを、前回の声優チャンネルでもお話しさせていただきましたが、潜水艇にはホワイトボードがあります。こちら社長に質問と何でも書いてもらっております。津田さんが同日お待ちサービスをね、この潜水艇でやってる時に書いてもらったんですね。今回はどんな質問が、今回ですね、こちらにね、サテカスプリンはまたぜひ販売してほしいです。はい、この酒粕プリンはですね、工場見学に来られたお客様に向けて販売しておりました。工場見学、また再開すると同時に、またこの酒粕プリンも販売していきたいなと思います。さて、いつ頃になるかなと言いますと、そうだな、夏頃には開催できるんじゃないかなと思います。今年もね、全国の夏祭り、普通になんか行われるような情報が結構ね、いっぱい入っております。常に合わせて、うちも普通に工場見学開催できるんじゃないかなと思っております。まあ、酒粕プリン、その時に合わせて販売いたします。土日ですね、朝10時半から2時半まで、ちょっと短い時間なんですが、私は抹茶サービスをしておりますので、そうですね、ここでですね、はい、ぜひね、発動の方に皆さん遊びに来てください。この抹茶サービス、津田さんも一人でやっておりますので、その時にですね、先ほどのなんか質問とか、そうですね、そういうのを受けてるのかな。はい、でもほら、ツアーやってる時は社長、私は。あ、そうですね、ツアーに参加してしまいますので、その時はお休み。5月は28日か。はお休み。お店にですね、のれんが出ております。白いのれんが出てる時が、お抹茶やっておりますので、それが目印となっておりますので、よろしくお願いします。遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の声優チャンネルは、6月25日土曜日に、池袋の居酒屋声優本店にて、第2回、
居酒屋清流ツアーお話しいたしました。清流チャンネルをちょこちょこ配信しますので皆さん見てくださいね、はい、よろしくお願いいたします。5月1日の、ね、予約忘れないでくださいね、はい、よろしくお願いします。さよなら。